感動のメッセージ。ナンバーアンダーライン愛が X ゲームズ千葉2024テーマソングを担当する後輩グループ IMP へ熱いエールを送る。平野翔、岩ガン神宮寺優太の3人からなるナンバーアンダーライン愛は、友情と努力を大切にするグループです。彼らのキャリアはその才能と情熱で多くの人を魅了してきましたが、最近では新たな課題に直面しています。 x ゲームズち千葉2024のテーマソングを同じ事務所の後輩グループ IMP が担当することが決定し、ナンバーアンダーライン愛の3人が心からのお祝いの気持ちを伝えることにした。x ゲームズは、スケートボードや BMX といったエクストリームスポーツの国際的な大会であり、そのテーマソングを担当することは、音楽アーティストにとっても非常に名誉なことです。IMP はこれまでにも数々のヒット曲を生み出してきましたが、 今回の新曲、バムブーは、特に彼らの最大のダンスナンバーとして期待されています。この曲は、彼らの情熱とエネルギーを余すことなく表現し、エイクスゲームズのスリリングな雰囲気にぴったりの楽曲となるでしょう。そんな中、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、IMP に対して特別なメッセージを送ることにしました。平野翔は、そのメッセージの中で、君たちの努力と才能が、 こうして大きな舞台で認められたことを本当に嬉しく思う。僕たちも同じ道を歩んできたからこそ、君たちの成長と成功を目の当たりにすることができて、胸が熱くなると語りかけました。彼はさらに、X ゲームズという大舞台で、君たちが全力を尽くして、最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待している。僕たちも全力で応援しているから、 安心して君たちの道を突き進んでほしいと激励の言葉を続けました。岸優太もまた、IMP への思いを込めたメッセージを送りました。新曲「バムブー」を初めて聞いたとき、その疾走感とエネルギーに圧倒されたよ。この曲はまさに X ゲームズにぴったりだと思うし、君たちのパフォーマンスがこの大会をさらに盛り上げることは間違いないと彼は語り、僕たちは君たちの背中を押す存在であり続けたい。 どんなに大きな挑戦が待っていても、君たちにはそれを乗り越える力があると信じている、と、温かいエールを送ります。神宮寺雄太は、これまでの友情を振り返りながら、IMP へのメッセージをこう締めくくりました。僕たちはいつも、仲間としてお互いを支え合ってきた。君たちがここまで来られたのも、その強い絆のおかげだと思う。バムブーという曲には、竹のようにしなやかで、 でも強靭な君たちの絆が現れている。だからこそ、この曲が選ばれたことに深い意味を感じるんだ。これからも、僕たちは君たちと共に歩んでいくよ、と語りかけ、彼らの友情がこれからも続いていくことを強調しました。このメッセージを受け取った IMP のメンバーたちは、感動を隠せませんでした。佐藤渡タは、ナンバーアンダーライン愛の先輩方からこんなに心のこもったメッセージをいただけるなんて、 本当に光栄です。僕たちも、彼らのように強くて信頼できるアーティストになりたいと思いますと涙ながらに語り、他のメンバーたちも、このメッセージは僕たちにとって大きな励みになります。XGames でのパフォーマンスを通じて、先輩方に恥じないような姿を見せたいと決意を新たにしました。IMP の新曲、バムブーは、竹のようにしなやかでありながら、 強い絆でで結ばれたた仲間たちを象徴すす。る楽曲ですこの曲が XGames 千葉2024のテーマソングに選ばれたことは IMP にとっても大きなステップであり彼らの今後のキャリアにとっても重要な意味を持つでしょうそしてこの楽曲が初めて披露される場である幕張メッセでのライブは彼らにとって特別な一日となることでしょう x g a m e s 千葉2024の舞台裏では IMP とナンバーアンダーラインアイの間に深い友情が育まれています。同じ事務所に所属し、同じ夢を追いかける仲間として、彼らはお互いを支え合い、励まし合ってきました。その絆は、音楽を通じてさらに強く結ばれているのです。IMP が挑む x ゲームズという新たな舞台は、彼らにとって大きな挑戦でありながらも、ナンバーアンダーラインアイという先輩グループの温かいサポートがあることで、 彼らは自信を持ってその挑戦に臨むことができるでしょう。このようにして、音楽の力と友情の絆が交差する瞬間が、エイクスゲームズ地2024で繰り広げられるのです。IMP のメンバーたちは、この機会を最大限に活かし、彼らのパフォーマンスを通じて、観客や視聴者に感動を届けることを目指しています。新曲、バムブーは、その象徴となる楽曲であり、 彼らの全力のパフォーマンスによって、さらに輝きを増すことでしょう。そして、その背後には、ナンバーアンダーラインアイという先輩たちの温かい応援と支えがあることを忘れてはなりません。x ゲームズ千葉2024での IMP のパフォーマンスが成功を収めたとき、それは単なる一つのライブパフォーマンスではなく、友情と努力、そして音楽が織りなす感動的な物語の一部となるでしょう。この物語は、 IMP とンバーアンダーラインの間に築かれた絆の強さを証明するものとなり、彼らの今後の活躍にさらなる期待を抱かせることでしょう。そして、この感動的な物語は、観客やファンにも強い印象を与えることでしょう。彼らは、IMP の成長と成功を通じて、音楽の力と友情の素晴らしさを再認識することになるのです。x ゲームズ千葉2024は、スポーツと音楽。 そして友情が融合する特別な舞台でありその中心には IMP と No. Underline I の2つのグループが存在しているのです彼らの友情と努力がこの大会をさらに特別なものにすることは間違いありませんそして IMP のパフォーマンスが観客や視聴者にどのような感動を与えるのかまたその後のキャリアにどのような影響を与えるのか期待は膨らむばかりです ナンバーアンダーラインアイからのメッセージを胸に、IMP はこの挑戦を乗り越え、さらに大きな舞台へと羽ばたいていくことでしょう。このようにして、エイクスゲームズ千葉2024は、音楽とスポーツ、そして友情が交錯する感動の舞台となり、IMP とナンバーアンダーラインアイの絆が新たな伝説を作り出す瞬間を迎えるのです。IMP のメンバーたちは、 ゲームズ地は2024の開催が近づくにつれて、緊張感と期待感を抱きながら日々のリハーサルに励んでいました。彼らの新曲、バムブーは、エクストリームスポーツの激しさと挑戦精神を象徴する楽曲であり、それを完璧に表現するためには、最高のパフォーマンスが求められていました。メンバーたちは、リハーサルのたびに全力を尽くし、パフォーマンスの細部にまでこだわって調整を重ねました。 そんな中で、ナンバーアンダーラインアイの3人から届いたメッセージは、IMP にとって大きな励みとなりました。彼らは先輩たちの言葉を胸に刻み、X ゲームズという大舞台でのパフォーマンスに対する決意を新たにしました。佐藤アタラはリハーサルの合間に、先輩たちの期待に応えるためにも、僕たちは全力でこのステージに挑みたい。バムブーが持つメッセージを、全身で表現できるようにしたいんです、と語り、 その目には強い意志が宿っていました。そしてついに、エイクスゲームズ千葉2024の開幕日がやってきました。幕張メッセには、多くの観客が集まり、熱気に包まれていました。IMP の出番が近づくと、メンバーたちの緊張はピークに達しましたが、彼らはナンバーアンダーラインアイからのメッセージを思い出し、その言葉に支えられながらステージに立ちました。バムブーのイントロが流れ始めると、 会場の空気は一瞬にして変わりました。IMP のメンバーたちは、全身で音楽を感じながら、ダイナミックなパフォーマンスを繰り広げました。観客たちは、そのエネルギッシュなパフォーマンスに引き込まれ、会場全体が一体となって盛り上がりました。彼らのダンスは、竹のようにしなやかでありながら強靭な動きで、まさに楽曲のテーマと完全に一致していました。ステージが終わると、 IMP のメンバーたちは達成感とともに、先輩たちの言葉が持つ力を再確認しました。彼らの心には、ナンバーアンダーラインイの3人からのメッセージが強く響いていました。先輩たちの期待に依頼ら,られたと感じた瞬間、彼らはさらに大きな自信を手に入れたのです。このステージでの成功は、IMP にとって一つの転機となり、彼らのキャリアに新たな賞を刻むこととなりました。 x ゲームズ s 千葉2024は IMP の音楽キャリアの中で特別な意味を持つ出来事となりました。そしてその舞台裏ではナンバーアンダーライン愛と IMP の間に築かれた深い絆が輝きを放っていました。この絆は単なる先輩後輩の関係を超えて共に夢を追いかける仲間としての強い結びつきへと成長していたのです。その後、 IMP は XGames でのパフォーマンスをきっかけに、さらに多くのファンを獲得し、彼らの人気は急上昇しました。新曲、バムブーは、XGames の公式テーマソングとして広く認知され、多くのスポーツファンや音楽ファンに愛される楽曲となりました。さらに、彼らのパフォーマンスが放送されたことで、IMP の名前は一躍全国区となり、音楽シーンでも確固たる地位を築くことができました。 IMP の成功は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちにとっても大きな喜びとなりました。彼らは、後輩たちの成長を見守りながら、自分たちが築いてきたものが次の世代へと受け継がれていることを実感しました。平野翔は、IMP がこんなにも大きく成長してくれて、本当に嬉しい。僕たちも彼らに負けないように、これからも頑張らなければならない、と語り、 再び自らの目標に向かって歩み続ける決意を固めました。岸優太もまた、彼らが僕たちの背中を追いかけてきたように、今度は僕たちが彼らを見習って、さらに高みを目指したい。音楽の世界は無限に広がっているからこそ、お互いに刺激し合いながら成長していける関係でありたいと話し、未来への希望を感じていました。そして神宮寺優太は、IMP の成功は、 僕たたちににとっっても大きななインンスピレーションになったこれからも彼らと共に音楽の力で多くの人々に感動を届けていきたい。僕たちの絆はこれからもずっと続いていくと信じている」と語り IMP との深い友情を再確認しました。